はい、イゾグです。今回からはまあ1話、まあ、1つの動画で2日分くらいかな、まあ、進んでるような動画になります。で今回は書斎の扉をつけることですね。じゃあね、材が切り終わったの、材を切るのが終わったんで、まあ、ちょっとやっていきましょうか。まあ、一応ここ発泡スチロール足りなかったんだけど、まあ、このまま打ち付けて隠します。まあ、一応上の段だけやっていきましょうか。まあちょっと工法今変えて、ここを板をこっちみたいで押さえながら全部を順番順番に板を並べておこうかなと思ったんですけど、いかんせん1センチ長いということでちょっと切っていきます。はい、まあ長さは合わないんで、これ隣の製材所ですね、からもらった、杉の壁材ですね。でこれ切っていきます。できれば1枚で使いたいんですよね、近内で。でもまあ今思えば、ここに使うべきではないんじゃないんですかっていうツッコミが入ったら、まあうるせえ、使ったからそれなんだよって言うでしょうね。まあ結局、まあそれは認めず。ですね、まあ一応ここは、この家自体が隣の製材所の創業者の人だが、もともと東屋として作った場所で、分け合ってここを一時期家にしたということで、まあここだけ、住居にするために買い取ったっていうちょっと複雑な歴史があるという物件で、それがあるから、まあこういうことをしてくれたって感じですね。まあ一番上だけ、なんだろう、床の端っこみたいな感じで、ちょっと切らなくちゃいけないんで、まあこんな感じで。今ここに関してはもう全部合わせ切り合わせ切り合わせ切りですね。まあそれでな、結構物を切るのはうまくなりましたね。さすがに金ちゃんと板で切んなかったら合わないっていう、そういうなんか条件ついてきたんで、ここら辺から物を切るっていうことへの精度が求められる作業ばっかですね。はい、まあなかなか良くなりましたね。まあここら辺はまあいいや、もうここまでやってらんないんで、まあ、あとここにも打ち付けてみようかなって感じですね。断熱みたいな感じ、まあならないけど。いやでもこれね、動画じゃ伝わんないけど、すごい杉のいい匂いですね。すごい無垢になった。じゃあ端材とか余るから、ちょっとここら辺にも積み重ねてみようかなって思います。ここボンドでいいと思うし、まあ、あとはちょっと下やっていきますか。じゃあ木を切ってきたから当て込んでいきましょう。はい、まあまあまあここでですね、まあなるべく木を切って当て込んでいきます。でここはですね、元クローゼットになりますね。でここのクローゼットがくせ者で、このクローゼット部分は増改築の部分ですね。でこの家はもっと家が乗っかってた基礎の部分ちっちゃいんですよ。基礎がもう全部建物の下に奥ばっちゃって、まあ、増改築し放題だったなって感じですね。はい、ね、まあ、一応こんな感じになりました。いやめちゃくちゃいいね、このナチュラルウッド、いいね。これ床もやろうかな。どうせ弱いからね。うん、まあ、台は余ってるっぽいからね。まあ、一応、まあ、全然まだね、使わせてもらってるから。はい、じゃあ次はこっち行ってみようかな。まあ、せっかく大U8で買った、
作業台があるんで、そこでまとめて、切ってましたね。まあ、ここまで来れば、あれなんですよ。買った丸ノコももうちょい、やっぱりあの、マキタのパワーのある電ノコ欲しいなって、正直心の底から思いましたよ。やっぱまとめて切るときは、何が必要かって言ったらパワーですよ。やっぱりその、最初からちょっとね、傾けて切んないと切れないんですけど、やっぱり重ねて切るならパワーがないとダメっすね。じゃあ一応まあ材を切ったんだけれども、まあちょっとこっちがちょっとこうたわんでるので、こっち側が合わないということなので、まあ合わせながら切っていきます。はい、でここで書斎の元クローゼットの部分を仕上げに行きますね。でここだけはちょっと重点的にやっておかないとまずいんですよ。なんでかっていうと、ここの部屋のクローゼットおよび窓で、窓の下のまあ引き出しがあったところですね、あれ実は増築部分でベニヤ1枚の板だけで増築されてます。まあもちろんその構造材ですね、構造材も使われちゃいるんですけど、根田では、大引きじゃなくて全部根田ですね、無理くり根田で張り出した部分作って、その根田のまあ、たるきですね、たるきを外からコンクリートの物干し竿とかを刺すようなコンクリートの塊あるじゃないですか、あれで支えてる感じですね。なんでここはどうなんだろう、もげるんじゃねえかぐらいの脆さですね。今2時半2時ぐらいかな。いやーできたね。やっぱ色合いが超いいね、超色合いがいい。はーい、ただここかなーと、ここもまあ終わったんで2箇所終わって、まあラッキーです。で、あとはちょっと床をめちゃくちゃでいいから床にまあ適当に配置しておきます。はい、まあ自分にまあ通り雨も来なさそうなんで、ちょっと思い切って、3台掛け終わらせます。で、まあ予想よりもなんか早く終わっちゃったんですよね、書斎が。で、あとはまあできることもないので、まあ一応ですね、外のウッドデッキの残ってる部分のサンダー掛けやっていこうって思いました。で、このサンダー掛けなんですけど、やっぱりブルーシートを、なんだっけな、防水仕様のもっと高いやつあるじゃないですか。あれじゃなくて、まあブルーシートだったら、この防水じゃなくて薄いやつっすよね。にしちゃったんで、まあどうしてもその目から水が、入りますよね。まあ、それで、その影響もあって、ちょっと足場板濡れちゃったんですよね。なんでね、濡れたところを、まあ、グラインダーで、まあ、無理くり、削って、まあ、乾かすというよりかは、乾いた部分が見えるまで削った感じですね。まあ、もちろんこれグラインダーにも悪いんですけど、まあ、ひたすら削って、削りまくって、そこに、まあ塗りやすいように、まあクレオパワーじゃないや、クレオパワーだっけな、クレオソートだっけな、まあ防腐剤ですね。あれが染み込んでくれればいいや程度で、まあかなり強引に削っていきましたね。で、やっぱりその削っていかないと表面がなんか風化した感じなんですよね。だから、なんかね、結構水弾くんですよ。野ざらしにしておいた板ってなんか、よく水弾いちゃうから塗料も弾くんですね。なので、まあ、塗れば塗れないこともないんですけど、そんなに効果はないでしょうね。やっぱり削って、ちょっと新しい木目が出るところまで削って、そこを多少傷つければ、塗料の食いつきが良くなるんで、で、あとはもうびちゃびちゃですね。もう染み込ませたかったから、クレオソートかな、クレオパワーをびちゃびちゃにして、ぬるゆるよりかは吸わせたレベルですね。
なんでかなりクレオパワー使いましたね。あの一斗缶がかなり減ったの、3分の2ぐらい減りましたね。まあ、それぐらいあの防腐剤をあの塗ってるというよりかは板に吸わせてますね。まあ、ウッドデッキだからそんなあのあれなんですよ。朽ちたからすぐ直そうとかそういうことしたくないですね、マジで。長持ちするように、まあ、防腐剤塗ってますね。はい、まあ、一応ケーカル板が臭いんですよ。一応これこの日に焼けたこれ、まあ、これが臭いので、まあ、ちょっとあの杉の木でカバーして、まあ、無理くり火にしようかなって感じです。まあ、あそこのおこもり空間もあの壁で作っちゃってめちゃくちゃいい匂いにしようかなって思ってます。はい、はい、今日は7月21日です。なんか今日いろいろ進んだ日ですね。で、まあ、ウッドデッキの足場のあれが終わりました。サンダー掛けが終わり、まあ、ちょっと乾かさないとね。ブルーシートをじゃあちょっと染み出してね。あとはサンダーだけが終わりの、はい、こんな感じですね。まあ、ベッドは終わったとして、まあ、これからですね。そしてあ、やっぱ匂いがいいな。匂い変わるね。家全体がすごいいい匂いになる。はい、はい、こうなります。なんかね、杉のこの壁板なんだけど、これ実はね、約ね2センチあるよね、この段差。だから、あのね、ジョイントマットだと全然ダメだから、ジョイントマットの下にね、あの杉のね、材、あの杉の材を敷いて、その上にジョイントマットを敷いたとなると実はバリアフリーになるわけよ。でしかもジョイントマットとね敷いてるから、それなりの断熱にもなるからね、なんかそれいいんじゃないって感じ。なのでやってみようかなと思います。今日はここまで。はい、まあ、今回の動画では結構進みましたね。今隣の製材所からもらったあの杉の板がめちゃくちゃいい匂いでしたよね。やっぱりあれがあるといい匂いになるんですよ。まあそんな感じで、まあ、DIY 頑張ってます。バイバイ。